宇宙人に人工知能をもらったユータンです。名前だけでも覚えてください。今日はアシスタントのステファニーです。で、今日は、その辺でタクシー待ちしてる人を逆にヒッチハイクして車に乗せて目的地に連れて行きたいと思います。今日は逆ヒッチハイクフリータクシーです。そのうち面白いのをやると思うんで、ちょっとずつやっていくんで、頑張ってください。ちょっとまた思い出し、1年ぐらいして思い出したぐらい見たら多分蓄積されてると思うんで。え、YouTuber 歴何ヶ月なんですか？1ヶ月半ぐらいですか、ね、マジ2ヶ月経ったないぐらいですか。でも今ほんますごい YouTuber の人はもうほんま芸能人ぐらいの人気で、歩いとったら結構めっちゃすごい写真とか求められるんですよ。キャーキャー言われて、一番最初日本人ですかって聞いたら、もしかして外国人のスタッフですか？いや、外人さんも OK みたいな、どっちも逆ヒッチハイクかフリータクシーかどっちか分かれば OK みたいな。中国の人とかで分からなければちょっと辛いけど、どっちもっていうことなんですよ。英語喋れるんですか？ちょっと、レンタカーですか？大丈夫ですか？レンタカーなんですけど、レンタカーじゃなければそんなミスしないけど。最近ほんま YouTuber とかすごい嫌いだったんですよ。なんか絶対おもんないわと思って、なんか見るやつおもんないから嫌いだったんですけど、なんかすっごい好きな、なんか1本だけパッて見てしまったんですよ。どうせおもんないやろうと思って、じゃあ見たらすっごい面白くて、でその人にハマった後になんかこうどんどん他の YouTuber も好きになっていって、ちょっと YouTube やりたいなみたいになっちゃったんですよ、好きすぎて。何やってんの？いや、たまにはちょっとやっていこうかなと思って。逆に趣味としてもいいかもしれない。面白いな。逆ヒッチハイク。逆ヒッチハイク。使ってくださいね、なんかの時に。俺も観光地行った時にやろうかなと思って。逆まで行って。ちょっとこうなんか、ちょっと暇やなみたいなんで、あれじゃないですか、なんかまだ開演前やみたいな。早く着いたなみたいな時は逆ヒッチハイクでもして遊んでください。どうします？めちゃくちゃ遠く言われたら。いや、それはちょっとここから奈良とか言われたら奈良公園みたいな。いや、多分京都駅までその遠く来る時は京都駅連れて行って。銀閣寺が今日初めての観光スポットですか？金閣寺できました。あ、金閣寺できました。金閣寺は出てきた後だった。多分そうですよね。ちょっと金閣寺どうでした？1ヶ月半のテクしかない感じが伝わりますけど、今日初めてなんですよ。アシスタントなんで、僕のチャンネルでアシスタントで決まってるんですけど、たまたまっていうか、まあアシスタントでステファニーって言うんです。ステファニーです。ステファニーもさっき考えたんです。日本人やな。がっつり日本人です。いや、一応出てくれるゲストで出てくれる人は全部外人のあだ名をつけていってんすよ。ちょっとわけわかんないんですけど。だって京都駅ならまだしも金閣寺の近くで今日今から銀閣初めて使って住んでるみたいな。住んでる勢いはそれで金閣寺の近く。ボケたんですよね。笑かそう。ステファニーはちょっとツッコミちょっと切れたな。ボケるんです。
ネル登録お願いします。